よし。で、自動無料、自動、ちょっと待ってください。自動無料延長オン。オン。これでよし。これでよし。放送は、2時間ぐらいかな。ちょっと待ってくださいね。自転車の上に、あれ、待てよ。あるか。あるな、大丈夫、大丈夫。それ知らない人もです。多分中で今食べてるんだと思うんですけどね、これ、このヘルメットの人は。で、ヘルメット盗まれない教の信者の一人だ。私もそうなんですけど。よし、じゃあ。止まりません。あ、忘れてた。そうそう、止まりません。ちょ、あ、つ。よいしょ。よし。お、キャンペーンター。お、映像いいですか？電波がいいのかな？よし。おお。ここは前年配のロードの人たちがビール飲んでたところ。ん？あれ？ FMLE のはずですけどね。あれ？なんか、FMLE っぽくないですかね。通信代、月6000何百円ですね。うん。テレビ局が、あ、そうそうそう。嘘じゃならない。16対9。あ、すみません。これ GoPro の映像じゃないんですよ。いつものウェブカメラです。今夜に入ってる。あ、無料延長オンにしました。しました。ちょっと待ってください。今夜自宅。ブロックノイズ。今ここそう出すの忘れてた。ああ、ちょっと待ってください。ドコモの障害があったんでしたっけ？うん、スルミ川です。ちょっと今ここ出す前に、まずちょっとルートラボに入んなきゃいけない。ルートラボ入ってマイページから、スープファスター。あ、久しくやってないですね。GPS ログはバッグの中で撮ってます。こんにちは。そうそう、あと今日タイトルに微妙な変化があったのにお気づきになられましたでしょうか。自転車車載の車載の字が抜けました。この間まあ、そうだ、あと NG 設定もしたかったんだけどな。何の NG 設定かというと、下とかビッグとかのコマンドですね、コメント表示するときの。あれをオフにしてしまえば、一人がやたら目立ってみんなが、嫌がる状態にならないと思うんで。お、こんにちは。散歩です。まあ、これから2時間ぐらいですかね。あれ、なんか音割れてる。あれ、なんか自分の声が割れて、フィードバックされてくるけど、私の声今割れてませんか？あ。なんかビリビリ聞こえる。エロいです、好き。使いこなしちゃってます。大丈夫ですかね。あ、OK、割れてないですか音。サイクリングロード、そうですね。あ、割れてない。そう、下コメ、色コメで目立ってしまうのが問題だと思うんで、ただ、今ですね。あ、ギリギリか。あ、しまった。ピークで。あー。ちょっと下げるかな。で、ちょっと待ってください。まず、よっと。ヘッドホン、こうして。今ちょっとGoPro を止めてるベルトがはためいてバタバタいってるんで、今日も家に宿泊です、自宅に。そう、ボエミがこれミックスしてないんですよ。で、ヘッドセットによっては物理的に音が漏れて、皆さんに聞こえることもあるんですけど、このヘッドセットは結構漏れないです。よし、これでよし。いや、本当にいいかな。これでよし。あ、いや、これビニール袋のゴミなんですけど、向こうの方のですね、マンションの影なんかにはまだ生き残って、で、いや、反応して、
タイトル変えたってなるんですけど、それ以上にですね、確かに言われてみれば、私の配信は、車載を売りにしてるわけじゃなくて、まあ実際車載になってるんでしょうけど、自転車の散歩とか旅行を見せたいんであって、車載見せたいわけじゃないってことに気がつかされたので、改めて気がつかされた。あ、ハドンさんいらっしゃいませ。首が紹介し、2時間ぐらいだと思います。で、ちょっと待ってください。音がギリギリらしいんでちょっと下げます。一旦 FM リー停止。嵐さんありがとう。あれ、なあ、旅レコ、旅レコっていうのは何ですかね。こうして、なあ、ああダメだ。ああダメですね。FMLE 側じゃちょっと、FMLE 側じゃちょっと設定できないので、コンパネの方でちょっと変えます。コンパネの、近所です。の、録音のボリュームで、あ、結構下がってるな。下げすぎたかな。これで全然マックスに達しなくなりましたね。もうちょっと上げていいか。こんなもんかな。微妙。あ、小さくしすぎですかね。いや、アンプ使ってないです。デフォルトで大きすぎるんで、抑えてるんですけどね。これぐらいかな。これでいいですかね。よし。各自、ただ割れてしまうのはもう、なんか、どうしようもないんで。マイクの再生、録音、設定のバーを変えたの、録音設定のバーって本当になんか説明になってないな。いや、あれは、ここは今走っていいんだっけ、あれは。あ、いや、パトロールか。前の方にもパトロールって表示してくれてないと勘違いするじゃないですか。ホンダリベア、あ、リバー、あと今日こっち向きに走ると、向かい風です。あ、そうだ。予定ルートは、どっちから渡るんだったっけ。え、カブの先生、なんでまだいいか。外配信講座ですか。それ言ったら私はモラルとかマナーの話ばっかりしてしまうと思うんで、機材的なところは一旦できるようになったらもうそれ以上詰めない人間なんですよね。ああ、未だにお泊まりの設定よくわかってない。帰り、そうですね。ただ帰りはサイクリングロードじゃなくて、こっから先、あ、そうだ。ちょっと時間があれだからショートカットするかな。で、今日の ルートはですね、見けた。今日のルートは、自転車人っていう自転車雑誌に載ってるルートなんですけど、ものすごい近所のルートだったんですよ。で、距離もまあ、回ってきて20キロぐらいだから、ちょうどいいかなと思って今日走ってみてます。で、短い距離だから GoPro の電池も持つだろうと思って、動画作成のための倉庫でもあります。あ、すいません。しかしやっぱり2週間空くと足がなまってんのか、簡単に母言いますね。崎陽軒か、あそこ入ったことないな。いや、しかし、バッテリー容量、どれの話かによりますけど、GoPro はまだ使い始めたばっかりだから、スペック上2時間半。あ、砂利が。そうなんですよね。こっから先、あ、でも確か、予定ルートだと、砂利避けるルートにしてたっけ。橋脚の下にも電波切れました。あとやっぱり、
GoPro つけてると微妙にヘルメットが前にかぶさってきて鬱陶しい。続きじゃなくて続きの方ですよね、今のコメントは。あ、タイトルも確か続きってついてますよね。ああ、この辺りいつも野菜の惣菜の匂いがする。今日は予報通り曇ってます、ずっと。本田川の、あ、そうでしたっけ、あの辺りはコーヒーの匂いのイメージが。首トレ、今ヘルメットの、ヘルメット自体が 250g なんですけど、その上に GoPro ってカメラが、あのハウジンケース含めて 200g のカメラが、しかもちょっとあのちょんまげみたいに出っ張った状態でついてるんですよ。GoPro の視線どうだろう。普段からウェブカメラつけてましたからね。カメラが、あ、いや、今2つです、オンラインなのは。あ、エナジャイザーはまだ結構持ってますね。1個膨らんでダメになったのはありましたけど。あ、やっぱこいつも、あ、猫の餌場なんだ。餌付け、あ。慣れ慣れしいな、慣れ慣れしいな。あの曲どうなんですかね。お、こっち見た。あ、参考に。機材的なところでも全然なんか説明してないんですよね。お、こんにちは。肩こり。うん、首とか結構、ん？南関東。あ、ちょっと待って、写真今日初めて撮ってる、これ。1枚目だ。今日も振り返りできないな。にょーんって言ってますね。ラグが今30秒か1分ぐらいありますね。結構電波また悪いな。まあ、綺麗に、あの、高画質で録画してるからいいんですけど。仲間にしたってこれ一緒に走ってくれるわけにはいかないから、乗せていかなきゃいけないですよね。そう、赤いフロントフォーク。男のフロントフォーク。お、いらっしゃい。予定ルートだとあっち側の方ぐるっと回ってくるんですけどね。里山の方メインだから、いきなり予定ルート飛ばすか。置かずに。猫だったらどちらかって言うと三味線とか、いや、そういう話じゃないな。捨て猫、ああ、まあでも首はなかったみたいだから、野良猫なんでしょうね。ああ、このガタガタしたとこだと、この間もこう走ったとき行ったんですけど、あの、GoPro の重さでヘルメットが、もうちょっとこれ、ほんの少し後ろにしないと重心が、あ、これ、録画別にしてます。あの、別にっていうのは、カメラ2個ついてます。ヘルメットの上に。今日はあと12-13キロぐらいかな。ロード、このぐらいだったらまだいけると思いますけどね。そんなになんか、タイヤ取られないぐらいの。あ、動画は YouTube に上げるつもりです。あの、GoPro で撮った動画と、ん？ワイヤレスは何が？カメラはワイヤレスではないです。GoPro のワイヤレス化は、4月頃そういうオプションが出るらしいんですけど。あ、でもどうせだったら今日 GoPro での配信やってみてもよかったな。テストなんだから。まあいいや、今度、また今度。うん。フルジリッとって。今の人は自転車全然見てなかったな。うお、パナソニックはパナチタンとしてなんか当時私が買った時は知名度があったんで、いい自転車っていうつもりで買いました。もったいなかったけど。あ、鶴見川です。動画はサイクリストです。お、恥ずかしながらサイバーサイクリストで検索していただくと YouTube で確か出せるはず。さて、どうするかな。こっからも予定ルートに乗ってしまうか。初っ端の2、3キロ全部すっ飛ばして。ですね、ファイル形式は MP4 っていう拡張子なんで、MP4 なんですかね。
の、ファイルが出来上がります。マクド配信で、明日はちょっと分かんないです。明日も走りたいですけどね。 GoPro を、キャプチャーデバイスを通して、まあ普通のコンポジットじゃなくて、なんだっけ、コンポジットと、なんだっけ、まあ普通の、S 端子でもすらない普通のビデオケーブルで繋ぐと、取り込んでもろくな映像にならなかったですね。取り込んだ時点でまず 720×480 に縮まってしまって、しかもそれ上下が切れてるんですよ、確か。16対9にすると。で、その中からさらに一部だけを抜き出して配信に回そうとすると、もうえらいドット荒くなっちゃって、いつものウェブカメラの方が綺麗です、よっぽど。だから4月にその、無線で映像を送れるオプションが出た時に、ライブに使い物になるかどうかですね。まあ、ライブ目的だったら、それなりにチューニングされると思うけど。あ、アバランチは前なんかコメントで聞いたな。どこでしたっけ？あ、使用機材。あ、ありが。動画、あっと危ない、今の。いかな、今。一応、この白線の外でゆっくり止まりはしたけど、後ろの自動車の、見えてなかったな。で、ちょっと待ってください。から、綺麗にできるでしょうね。今過ぎてきたのか、予定ルートの入るところ。ちょっとじゃあこの辺りから予定ルート入ります。だいぶすっ飛ばして、この右手のこの山の方に向かいます。首都。それじゃあペースというか。運動とかスピード感とかいう目的で走る分にはちょっとイラっとくるかもしれないですけど、私のこの走り方だと。それでも問題なければ、よし、こっからだ。配信ツール、何でしたっけ、ライブシェルとかライブボックスとかやつでしたっけ。そうですね、あれ、あ、まったり。これ左だよな。そうそう、なんとか、ライブシェルでよかったっけ。どっちかが新しく出てるんですね。ライブシェルかライブボックスか。あれは、インストリームでこのコメント聞くっていう仕組みが簡単にできるんだったら、あれはすごく、楽そうですよね。よし、やっと車が全然来ないとか入った。そう、完全ポタリングです。iPhone だと、自転車だとあれコメントは聞こえないですよね。あとハンドルに固定しないで片手でやったら、まあこれ右違うか。片手運転って、私はカメラ写真撮影しながら言ってるから人のことは言えないんですけど、ずっとiPhone 片手に持ったまま走るのはちょっと怖いと思うんですよね。ここは今、なんてとこになるんだっけ。そう、この辺りは地名がよく分かってたんですけど、まあ新横浜っていうところの近くです。あれ、いきなり予定ルートまたそれた。しまった、どこ、あ、やっぱさっきの右のとこ入るのか。安全第一ですね。毘沙門運転かなんかかな、これ。削れちゃってよく見えないんですけど。追突。追突対策、追突対策か。ロードのトレーニング、いや、それは、人の趣味によりますよね。交通違反、そう、でも片手運転っていうのが、どのぐらいの時間片手運転したら違反なのかっていうのも、そもそも手信号出す時点で片手運転になりますからね。ここは、ライブシェルだっけ、こっちかな、普段から。そうですね。一応あれなんだろうな。
まあちょっと予定るとかチャンス登ろう。こっちだったのか。この右の方。よっと。引かれる。よっと。転んで危ない。そう、それで、それで私は大きなこと言えないんですよね。田舎の方だったらまだいいんですけど。で、自爆するんだったらまだいいと思うんですよ。よくないけど。今朝の地震気づいてませんでした。寝てました。私は地震で目覚ましたことないのが、自慢じゃないけど自慢じゃないです。あれ前この辺り、適当に走った時に通ってなかったっけ？おぉ。虹枠舗装ですね。イカリング舗装とかいろいろ言われてますけど、これがあったら 10% ぐらいはだいたいありますね。お、ああ全然引きはないな。ん、持ちの持ちはですね、あんまり持ちキャラを前に出すとそれ自体がイベントになってしまって、ロード配信が、何点だっけ、アジシンが、そんなひどかったんですか、今朝。何点だったっけ、違う価値観の人と共存するみたいな意味の、最近なんか、会社とかで言ってるのは、ディビジョンじゃなくて、なんてんだっけな、はあ、そう、面白く面白くないは人によって違うので。あ、テンポダメですか今。はあ、さっきのあれあっちか。はあ、ここそこそこなんかん自分に自信が、自信っていう表現も難しいな。とりあえず私は聞く耳持たなくなったら終わりだと思ってるという価値観の人間です。お、まさに兄さんいらっしゃいませ。ボツボツはなんだかですか？滑り止めじゃないですかね。正式名知らないです。そう、今日日が照らなくて寒いですね。今登ったから暖かくなったけど、さっき鶴見川沿い走ってる時は結構寒かったです。だから今日も指出てない手袋。よ、初っ端から結構アップダウンありますねここは。あ、その持ちの話があったの、そうだ忘れてた。ヘルメットに両面、あ、なんていうのかな、マジックテープ的なやつで、あ、画面ダメですか。まあ、でも録画できてるからいつもより焦らないな。今リアルタイム見えてなくても映像としては残るので。あ、そうだった。ヘルメットまっすぐしておかないと、これ。よっ。激坂の滑り止めですよね。あれの正式名称を私は知らないです。ここはま、新横浜っていう、てか、ここどこっていうのは、今まで3回目か。いつもよりなんか、ここどこコメントが多い。ここから下っていけばいいのか。というか、これ声も言ってないのかな、また例によって。防寒、あーですかね。峠からの下りとかだったらもうなんだって結局寒いんですけどね。電波。中指ですか。お塩食べ。空気圧。そこそこ。空気圧の表現的にはそこそこです。お、久しぶり、2週間ぶりですね。雪残ってますよ。映像いってないですか。
録画できてるからいいけど。ネギ畑かな、指つないです。こっちのあたりやっぱ電波悪いな。うん、アップダウン結構ひどいですね。こっから左か。ニキータ、ニキータってなんだっけ。ニキゴルフってのありますけど。ん、鳥持ちで、お、こんにちは。うん、来る表示、あー、ラグが。自動リロードは今扱ってないので、適当なところでリロードしてラグ解消してみてください。ん、新横浜が今なんて、うん、電波いまいちなんですね。関西なかなか気軽に行けないです。私は話は全然うまくないんですけどね。配信、放送で、コメントにただ反応し続けてるだけなんですけどね。これ高校、なんとか高校。で、なんでこんなところに、この看板が、高校生相手ってことかな。そう、地元で、いや、済ませたっていうか、放送のために走ってるわけではないので、走るついでに放送してですって、いつもしつこいですね、これも。そう、雪は結構こっちは降りましたね。そう、雨来たら、機材は、濡れてもなんかそんなに影響ないかなと思ったら、やっぱり影響あった。あえて、この辺り宿とかあるのかな？うん、この、今日のルートのこっちの方は坂道ばっかりです。フォーマのことかな。日本海側延長してます。あ、そうそう、あの延長はしたんですけど失敗するかもしれない。あのいきなり30分で配信ツールが間違って終了判定することがよくあるんで、多分これ運営側じゃなくてツール側というか、うちの環境固有なんでしょうね、きっと。よし、おー、結局さっきから鶴見川の方見下ろしながら何度も走ってますね。ん？どこも3年っていうのは、何までに3年なんですかね。全部網羅するのに。ん？聖地？何の？あれ、鶴見川の方か？あれ違うか？あ、これが日波高校っていうんですか。高校の表示しか見てなかった。延長詐欺、私の環境だけみたいですよね。他の放送で見たことないと言って、それの原因突き詰めて修正しようっていうほどの気力はないな。設備の、え、逆に言うと3年経つともうそれ以上しなくなっちゃうんですかね。あ、本当だ、今日は登山じゃないです。そう、延長はできたんですけど、枠上はできたけどツール上また失敗するかもしれません。前アップデートしたのいつだったかな。お、あれ、この中山は中山駅の中山かな。ん、新横浜が、あと1分ですね。ん、新横浜が何ですかね。また聞き逃した。関西の、そうですね、結構ニューターンができる前からの街なんですかね、この辺りは。で、今日は日が出てなくて寒いんですよ。アップダウンがあるからそこそこ体温まるけど、うん、豆ライブもどうなってるんですかね。あ、行き過ぎた、予定ルート外れた。あ、そうだ、と自転車人っていう雑誌のルートなんですけど、今日はあのルートの図は普通の人があれ見ながら走ることはできないと思う。私はルートラボであれを見ながら、地図と照らし合わせながら事前に作ってきたんですけど、あの本だけ持ってこっち走ってきても絶対あれ通り、晴れの通り走るなんて無理だ。よし。せっかくいいルートなのにな。うん。
読み上げ音声、私はもともと聞き取り能力は脳的に能力が低いんで、耳の、ああ、くそ、やっぱりか。さて、じゃあ、つなぎ直し。あ、そうか、またコピーしなきゃいけない。あれあ、もうめんどくさい。トマチを、お待たせしました、つなぎ直しました。でいきなり喋っても入らないのかな。お待たせしました、つなぎ直しましたって今2回言いました。すいませんね、いつもいつも最初の30分だけなんで。あ、そうそう、聞こえる、あれですよって知ってる人いるのかな、この現象。まあ普通に終わった時もと同じ動きなんですけど、あ、2回聞こえました。じゃあ最初からいきなり喋っても大丈夫か。ただ終わりの方はそうはいかないんですよね、確か。最後喋ったつもりがタイムシフト見たら入ってなかったりするから。よし、でこれで右手がな、なんとか川、何か何らかの川です。これは鶴見川に流れ込んでるやつですかね、多分この位置からだと。で、この橋渡って、あまり綺麗じゃない。飛行物体？で、これかな。これはまた、あ、金管だ。金管嫌ってほどなるんですよね、木に。で、しばらくこれの川沿いに行って、でも本当にこっち走るのかな。雑誌に載ってる地図だとちょっとここまで細かく見えなかった。しかしなんか砂利道でもなくて、あ、金管。ラグが。このコース、もしかしたら、右、左側に今ある、車の車道の方を走るルートなのかもしれないです。喉に、あ、金管そうでしたっけ？金管は、外側ほど甘くて内側に行くほど酸っぱくなる。金管、へぇ。急所橋とかそういうやつですかね。今の道はなんか砂利でもないし、整備されてもいないけど、なんか生活的な生活臭がありましたね。あ、そうだ、これ大熊かな、大熊川だ、確かそう地図に書いてあった覚えが。
で、もうちょい川沿いに、あ、整備されてる。さっきのところは多分車道の方行くんでしょうね、本来は。私は地図に道が見えたから一応あのさっきの道を走ってみたけど、ヘルメットが重い。で、こっちで、うん、あ、そう、さっきまで写真撮ってない。車通り、さっきのとこですね。さっきあの渡るの時間かかったところ、これで右行って左行って、確か雑誌だとどっかで畑が広がるはずだったんですけど、あ、イベントありがとうございます。お、ロータリーで石造りっていうのかな、立派な音がある。へえ、非常にいいですよね。だからそういうのはヘルメットマウントでもこんにちはいけると思うんですけど、大熊地蔵尊、立派ですね。こんにちはって、あれ、それは私に対してじゃなくて、さっきの人、あ、猫、どっかに猫がいる。なんかロータリーみたいな。なんとカビさん、カビさんまえソアか。あ、般若心経か。最後のソアカだけでなんとか分かった。今ですね、大熊町ってとこです。イボトリ地蔵なのか。安産子育てイボトリ地蔵として、霊言あなたかである。ん？首なし？いや、首あります、あります。サンマエソアカって書いてありますね。あれ、首ってあの、あ、ラウンドアバウト。あれ、あの、頭巾じゃなくて、っていうか、まあ、頭巾だと思うんですけど、なんていうんですかね、あの、五行じゃなくて、あの、人物の背景の枠がありますよね。その枠の上になぜか被せてあるんですよね。安倍の生命は、あれ？安倍の生命誰だっけ？陰陽師の人は、なんて言ったっけ？この辺りはかなり古そうなとこですね、町として。大熊町っていうところらしいんですけど。で、このロータリーをまっすぐでいいのかな？うわぁ。アシアドーマン。あ、本名字でいいんでしたっけ？あ、やっぱり見えたか。見えたかって見たけど。これなんだろう。ダニ村人。お地蔵さん。ですよね。あの、建物自体がえらく立派なんで、普通こういうのって木造か、すごくちっちゃいのが多いんですけどね。こういう立派なのあんまり見たことがない。しかも神社じゃなくてお地蔵さん。あれ、お地蔵さんと神社は
つながりはないんですかね。これキャベツですかね。すごく盛り上がってますけど、ケールっていうのは何でしたっけ。チャールズ・ブロンソン、何がつまりじゃないです。タイトルに止まりじゃない入れる余裕がなかった、余裕がなかったというか、首が重いことを言いたかった。この野菜何ですかね。あそこに人いるけど、 GoPro 頭に乗せた状態じゃちょっと話しかけられないな。お、今日は中山の自宅に、家までここから今10キロもうないですね、6、7キロぐらいかな。ブロッコリー、でもブロッコリーは茎のところとか違いますよね、だいぶ。でも大きくなったら なんのかな。あー、この辺なかなかいいな。さすがおすすめコース。首上げ？ん？ F-35 神仏、お地蔵さんどっちでしたっけ？仏様の方か。神社神様ですね。野菜しないです。今日泊まる宿はですね、ちょっとお見せできる状態にないので、いつもながら。まだもうすぐかな、ホテル通れるはず。通れた。和む、まあ私が和める道しかあまり走んないし、ん、首上げた方が、上げた方がっていうのは、あ、ホテルこれか。今コメントにあったホテルってこれのことかな。ステイ7500円、高い。アメリカンエグゼってことはウイルスチェックしないと。7500円ってあれ1人分なんですかね。2人分だったら安いな。こんなとこにこんなホテルがあるの知らなかったな。エグゼファイル、あれ、これまた別だな。ホテル BTY ヒルズ Between to じゃない、東京&横浜って書いてありますね。お二人分なんですかね。だったら一人当たり3000いくらで安いな。地蔵菩薩、菩薩は仏様ですよね。違ったっけ。レストで一人でも二人でも同じ料金になるんでしょうね、きっと。まあ一人で泊まる人はそうそういないと思うけど、でも旅行費とか見てると一人で泊まる人とかいるみたいですね。あと大震災の時に海外の記者が日本に来た時に泊まる場所としてラブホ泊まってみたりしてたみたいですね。ん？この辺ブラブラのスクールゾーン、マジで良くないですね、良くないですね。まあ良くないって生きちゃっていいんだろうか。人間の営みではあるわけだし。こっちかな？観光客に、本当に？どこからの？なんかツイッターかなんかで見た覚えがあるんですよ。その海外の、ツイッターじゃないか、なんだっけ？ネットのどっかのサイトで見たんだったかな？その海外の記者が日本で滞在するときに、ラブホに泊まったみたいな話が。ちょっと内容もうだいぶ忘れてしまいましたけどね。菩薩仏ですよね。ん？あ、au。鉄塔を見ただけで私はわかんないです。どこのキャリアでいいんだっけ。どこの通信会社なのか。あ、止まりました。でも、ということは、その、震災の被害があったところのラブホってことだったんですかね。バッテリーはですね、今拡張バッテリー1個だけつけてる状態で、これで本立て合わせて6時間はいけます、確か。あ、でもちょっとへたってる方のバッテリーだからもうちょっと短いかな。まあ、今日は2、3時間ぐらいの予定なんで、特に問題ないと思います。鼻毛チェック。あ、私はですね、ふと気がついて鼻毛がだいぶ出てます。
でも鼻毛をなんか切るような、なんて言ってたっけ、機材、鼻毛カッター持ってないんで、気がついたら抜くようにはしてますけどね。でも鼻毛普段全然気にしてないな。暗い、ああ、いやまあ、薄暗いことは薄暗いかな。春に、そうですね、春が実は一番いい季節のはず。ん？サーチナ。鼻毛カッターって、やっぱそういうのあるんですよね。普通に抜くとですね、くしゃみが出ます。あ、今池が見えた。ハサミで。ハサミはでもなんかちょっと怖いな。スパッといきそうで。鼻毛。女性はなんか男性の鼻毛よく見てるんですか？それなんか鼻毛に魅力があるっていうわけじゃなくて？やっぱりちょっとでも出てるとみっともないってことかな。ダメだな。多分皆さんには見えてない。向こうにイケアがあります。これがあの通りか。伸びが。あ、鼻毛白髪は確かなんだっけ。幸せの形じゃなくてなんだっけ。マンタマ日記か。あの辺りで確か見たような、読んだような。あ、そう、広北のとこです。2センチ、そんな伸ばせます？ん？広北、あ、インターチェンジ側か。行く側っていうのは。むしろいいよ。ダメだし、ああ。え？電動鼻毛カッターがあるんですか？あ、そうそう、下。とすいません。そうそう、なんか、下の毛も白髪が、あって、へこむみたいなのを漫画で見たことあります。耳毛ってどれのことなんだろうな。耳毛って産毛みたいなやつですかね。毛と呼べるほどなんか、太い耳から出てる毛は見たことないんですけど。くすぐったい。これでこっちだ。まだ大丈夫だと思います。観察してないけどあんまり。おー。イケア、地震で壊れたのは確か町田のトイザラスじゃなくて何でしたっけ？コストコだったっけ？確か町田の方にあるモールで地盤沈下が起きて被害があったんでしたよね。おー。ん？自転車乗ると、まあ走る場所によるんじゃないですかね。ここはなかなか竹で、竹林、の、まあ、崖っていうか、壁ですね。土が剥き出しになってる。あ、玉境ってとこでしたっけ？コストコでしたよね、確か。会社でもなんかその近くに住んでる人がいて、話を聞いたことが。あの結構おしゃれ。大層。竹林、そう、竹林、竹はなんか、もう一旦その辺りが竹林になってしまうとなかなか他の植物入れないみたいですね。耳毛。こっから川沿いか。あっちの方の川。今の下ってくるとこなかなかいい雰囲気でしたね。こういうとこばっかり走りたいんだけどな。辺野古。ここはまあ、でもまあもともとこの辺り、竹林のことか。この川か。とてもでしたね、今のところ。あ、そうそう、眉毛。眉毛もたまになんか一本伸びてるのありますよね、気がついたら。で、私はそういう伸びた眉毛を見ると、絶対抜いてしまう。で、その、抜いた眉毛、一本だけ長いやつを、しばらく観察してしまう。おぉ。うん。脇は分からないな。見えないじゃないですか、自分じゃ。引っこ抜いて見ないことには。あ、そうか、鏡見りゃいいのか。今なんか痴漢注意のありました？ほら、この辺りまで雪残ってますね。雪って、まあ氷なんですけども。ほんのちょっと残ってる。
ああ、そう、ほくろの毛、あれは何なんですかね。私はなんかほくろそんなにな、老人範囲外のほくろあんまりないから、毛がで伸びてきたことはまだないんですけど。で、あ、そうですね。ほくろ毛。あれもなんか見た目的にそんなところに毛が生えなくてもいいなと思いますけどね。触覚みたいな眉毛。あ、グローブ、今日使ってるのはパール泉です。パール泉のあの、タッチ対応のやつ。ガンの本当に色素のポメラニアン。ああ、この毛を脱毛はいいな。それ羨ましいな。ん？ハウス？あ、この辺りのハウス？あ、なんか政治家で眉毛すごい人いましたね。我々ってかっこいいと思うけどな。あー、なんか白いビニールで覆われて何も見えません。しかしこういう話ばっかりしてると、後であの、高画質な動画上げるのがためらわれるな。画質はすごくいいのに喋ってる内容は毛の話ばっかりっていう。ん？普通の手袋。なんだろうな、手首まで覆われてるとかかな。あ、そう、あとそれとあの、ハンドル握るんで、手のひらのところは結構強化されてるはずです、普通のより。敏感な。手放しとかだったら、あの、小中学生とかでも好きそうですけどね。まあでも白髪が生えてみたいな話はわかんないだろうな。で、確か幻冬院のこっからだっけ、ハイビジョンの実のある話を。GoPro で、いや、今のキャプチャー系、キャプチャーうるさいな。うるさいな。キャプチャーだとちょっと画質的にですね、厳しいです。画角的にも。あの、画角が広すぎて、私が見てるものが皆さんにほとんど見えなくなる。え、オープンカーでした今の。なかなかの根性ですね。なかなかのガッツですね。よし。ん？キョンキョンがシワ、あ、キョンキョンってあの、小泉京子さんですかね。芸能人だからってなんか呼び捨てにするのは。放送上だとなんとなくためらわれる。ん？源と、あ、源頭、あ、源頭院ですね。源頭院。ん？夏がな、夏の？あ、オープン夏、なるほどなるほど。そうですね。直射日光受けて、車乗ってんのは相当辛いんじゃないかな。呼び捨て、文句言われない。まあそうですよね。ビデオデッキ。うわ、古いな、このブラウン管モニター。でも、不法投棄ですね、これは。捨てると金かかるから。ん？笑うとシワができない？確かこのルートはどっかで峠、切り通しの峠みたいなところもあったんですけどね、まだ先かな。いや、でも芸名だからって、指捨てしていいわ、いいかどうかは、まあそんなことはどうでもいいですね。あ、こっから左に入って、高台に登るのかな。商品名、確かにそういうところは。よし。はあ、私のことを指捨てしていただいても結構ですよ。ただ検索、私の情報を検索するときは、さん付けしないと検索に引っかからない。はあ、なんとかそのことと絡めて、アキラネタとか使ってみたいけどな。はあ、ん？カセット大衆、はあ。ただで、ああ。はあ
矢沢さん、はあ、フルネーム、ショートラック、なるほど、バッティングセンターかな、あ、普通に野球場か、あ、じゃあ来ました、早いな、ここから右、野球部ですね、これは中学生かな、ジャイアンツ、なんでジャイアンツ、さかなクンさん、あ、さかなクンさんの人ですね、そう、走ってる人に負けるていうか、勝ち負けじゃない、勝ち負けじゃないから、なんだっけ、なんかですよ、私がコーチを、あ、家に水槽が、いかにもそんな感じですけど、ん？右？あ、腰入れて、それっぽいですね。なんか意味は分かってないけど、それっぽいセリフ。あれ、天皇陛下と、コミュニケーションがあったんですかね、さかなクンは。くん付け。そう、雪がまだ残ってますね。降ったのは、あ、港北までは、川場富士あたりまでです、今日は。もう日が暮れてしまうし。結構雪残ってますね。何日前降ったんでしたっけ ?3 日前かな。全然溶けてない。ん？国松発見。ん？食べて。かき氷？ああ。この辺りは全然知らない。近所なのに。今日はGoPro の、HD ビデオカメラで撮ってる映像が、この間はちょっと画質を落として、1280×720 だったんですけど、今日は最高画質の 1920×1080 かなにしてます。どうせそんな、2、3時間でもう、電池切れてしまうから、空いいですね。あと、あっちの煙突は何なんでしたっけ、焼却炉かなんかかな、ゴミ処理施設、はあ、あ、フルハイビジョンっていうんですかね、1920×1080 のやつは。ただ今日はちょっと曇ってて、天気が、そうですね、今日ちょっと暗めだから映像としてはいまいちかもしれないですけど、まあ最高画質テストって意味でも今日はやってみてます。で、こっから左に折り返すような感じ、うん、里山なんか丘陵地帯、ん？あ、16対9です。放送してるのはウェブカメラで普通に4対3なんですけどね、はあ、お風呂目ってつけてます。あ、でもだんだん慣れてきたかもしれない、 GoPro の重さに。あ、やっぱゴミ焼却ですね、赤白。あれ、なんで青白になるんですかね。島根の、ああ、ちょうどいいタイミングの時でしたね。しかも夕日が綺麗だったし。で、GoPro はこれあと録画するにしてももう一個だけ課題があって、USB 給電で電源引っ張ってやらなきゃいけないんですよね。そうしないと、2時間半で放送が終わってしまう。あ、放送じゃない。録画が終わってしまう。いや、ここは行動ですよね。見た感じも。うん。あ、どっか行き。ちょっと待って、これは、
これは、これだな。これだ。あ、ニコ生そうですよね。私まだ見たことないんですけど。柿だ。いや、トマトか。トマトだ。あ、なんかトマトやらレタスやらいっぱい捨ててある。あ、じゃがいもも。え、これどういうことなんですかね。確かにくず野菜っぽいけど、こんなに大量に。横浜、あ、うちの南側の方にもこういうとこあるんですけどね。野菜がいっぱい捨ててある。食わないっす。ほら。え、クミンの酵母ってそんなんで？そんなんでいいんですか？そう、USB 給電。あの、パレスの給電じゃないですけどね。ん？プレミアにならないと？あ、16対9はプレミア限定でしたっけ？そんなそうで差つけなくても、まあいいや。あの、別に事前事業でやってるわけじゃないですからね。こっちは事前事業でやってるんじゃないんだっていう。ん？夏、あー、腐っちゃうからですね。でもどっちしろ腐りそうですけど。おー。トマトもなんかあの、レタスの下にいっぱいありましたよ。セシウムで、あー、でもそれは本当に、冗談じゃなくてそうかもしれないですね。危険があるなしに関わらず、もう風評だけでも売れなくなるだろうし。全くみんな風評に踊らされやがって。本当にこれか？違うか？え？あー、ちょっと違ったみたいですね。あ、そう、一般がなんか優先的というか、非優先的に追い出されるんでしたっけ？農家の、あー。お、こんにちは。今日は野菜泥棒じゃないです。今日は。そう、あの、毒じゃなければ私食べますけどね。そうか、これショートカットしすぎか。こんにちは。首トレは、今、あの、ヘルメット250g のヘルメットの上に、200g の GoPro っていう、あの、ビデオカメラが載ってるんですよ。感覚、うん。あと、ツイッターもですね、最近私またちょっと、私がフォローしてる500人分をだいたいチラチラ見るようにまたなってきたんですけど、やっぱりちょっとイラっとくることあるな。あの、自分の満足のために人を批判してる人見るとちょっとイラっとくるな。でもイラっとくるっていうことを書くとそれ自体がまた意味がないですからね。あれ、ん？これどういう、もしかして道、違う道降りてきたかな、今。マウンテンバイク、うん、人によっては。お、ちゃん。マコーツちゃんだと、ネルオさんの可能性があるけど、難しいな、今のは。いらっしゃいませ。あ、これ出られた。板金塗装、お気軽にお入りください。うん。あ、タイムシフト、ありがとうございます。うん、批判口は、まあ、間違いじゃないと思うんですけど、あの、そればっかり言ってる人見てるとイラッときちゃいますね。イラッと来る必要も本当はないんだけどな。いや、道はこれで大丈夫、合ってる合ってる。ただ、さっきのところはちょっと、予定ルートというか、本に載ってるルートじゃないと思います。しばらくマラソンには、あの、後ろだけしました。前はまだ、あの、T サーブのままです。気軽に入ろう。このヘルメットにカメラつけた状態で。いつまでも、もうそろそろ帰るというか、あの、スタート地点であるところの中山駅近く、何橋だっけ？なんとか橋に戻りますけどね。あ、ログペーパーで。ログペーパーカスタマイズ性が高くていいですよね。結構あれは、でかい。ログペーパーはでもちょっと操作難しいですけどね。慣れたらもう、固定で、いろいろ。ん？声も映像。今のよりでかいですね。俺こんな道なのに車は結構来るな。散歩、ああ、そういうことか。有名市前の。うん、あの、だいたい人と一緒に散歩してる犬はそんなに吠えないですね。しつけられてるから。多分吠えるとご主人に叩かれると思うんで。そういや、加山雄三のモノマネで、桑山雄三ってキャラもありましたね。
あれは何だったっけ。これを、右か。ん？放し飼い。こないだ放し飼いの犬でコメントで結構叩かれてましたけど、あの程度の犬だったら大丈夫だと思うんですけどね。あんなビビりの犬は。おお。寒さはですね、アップダウンしてるとそこそこ。夕道。うん、これもまたいいですね。で、これどういう、いや、フェイスマスクしてないです。普通に、素顔で。車で蓋から音が出てしまいます。どうぞ動かさないでください。とはどういう意味なんですか？マイマス？うちはなんじゃでしたっけ？桑山。桑山はなかなか、名前として面白いと思ったんですけどね。この金属のところにタイヤが当たるとガタンガタンなってうるさいからってことかな。これ普通の住宅ですよね。なのでこれを置いてると車がちょい右が走るからガタガタ言わないってことかな。うん。乗ったら何ですかね。踏まないように。うん。あとは、あれ、かっちり作られてたらそんなに音ならないと思うんですけどね。おー。あ、これ上が神社になってんのか。ちょっと待ってください。乗ってないな。見つめられて、うん、私もちょっとそれ思いました。宇宙船が山となんで？って言ったら足でわざわざ。死に。ああ、おお、あ、ここか。で、右側はこれ、店ですね、なんか。すごいな、なんか、ほんのちょっと、山というか、丘の中、里山の中に入っただけで、この雰囲気。ムクノミテっていう、これは、あれお地蔵さんですね。あれ、なんて書いてあるんだろう。東京友禅ムクノミテ。夜は、街灯、あ、でも街灯ありますよ、ちゃんと。で、この切り通しはいいな。これは、風景的にグレード高い。波動砲が、マグナムじゃなかったのか。東京 TOKYO で遊ぶ。遊ぶと、あと、末禅の禅。で、むくのみて。あ、美味しいんですか。なんか高そうな気もするけど、どういう店なんですかね。いや、お膳の膳があるから、多分食べ物屋さんじゃないですかね。料亭かな。すごく雰囲気いいんですけど、雰囲気がいいと高そうに見える。やっと。ああ、これはいい切り通し。コーヒーお茶。あ、フランス料理。おお、いいですね。今だとやっぱそうですよね。なんかいかにもそんな感じ。恐竜戦車？恐竜戦車ってセブンのやつですかね。ウルトラセブンの。恐竜戦車という名前しかついてなくて、何の恐竜かっていう設定はないんですよね。里山ですね。で、こっちは畑かな？整理しないで。ん？裏金の JUJU？ あ、裏金の JUJU ってそういうことか。JUJU ってなんかJUJU って頭の中で勝手に変換されたんですけど、受け取るって意味か。はぁ、40代でございます。いや、実は恐竜戦車はリアルタイムでは見てないんですけどね。あ、いや、なるほど、やっぱり。予約制。おぉ、こっちもまた竹林か。はぁ。おぉ。そうそう、蹴っ飛ばして蹴っ飛ばしていきますよね。ああいう氷とか、なんかその辺に転がってても影響ないようなものだと。うん。接待、この辺りだったら何ですかね。バスが来てるのかな。ん？悪部で再放送。悪部は AKB じゃなくてなんかテレビ局の名前ですかね、今のは。京都、あ、でもちゃんとあれ案内がある。向こうの未定の。
これまっすぐか。ショタ越えに、ショタ越えは翔太郎くん越えですね。しかも新しいな。よし。で、まだまっすぐ。今時間は、あ、もう16時過ぎたのか。確か今日日暮れ、日没は17時ぐらいのはずなんで。ん？中山の何が狭いですかね。ん？ディナー6000か。まあ、飲み会に行ったと思えば普通の値段ではありますよね。飲み会で飲まなかったと思えば。って、それいつもの私のパターンなんですけど、飲めないから。まあでも6000円の飲み会ってのはあんまりないな。普通5000円台ですよね。4、5000円台。今日はね、カフェには泊まらないです。いい小道ですよね。確かこのルートを作った人は何ていう人だったっけ？中村さんって人だったかな。自転車人に書いてあるんですけど。あ、リッチってのは5000円台ってことがですかね。でも大体飲み会って5000円ぐらいしませんかね。会社だとそんぐらいなんですけどね。東京の都心の方で。あ、ノンアルコールは、そもそもビールを飲みたくない人間にとってノンアルコールビールは飲みたいものではないんですよ。子供ビールってどうなんでしたっけ。あ、しまった。こっちじゃないか。ん？そんぐらいですよね。あ、どっちしろ渡るんだからこっちじゃなきゃ、こっち来なきゃダメか。で、今どっちが西なんだっけ？あっちが西か。だから、そこそこ寒いです。あの子供ビールってどういう味がするんですかね？飲んだ覚えがない。そう、下り。あ、本当ですね。珍しいな。交差点で四方が全部下ってるっていうのは。なんでここで出っ張ってんだろう。鳴らしてしまえばいいのに。ん？赤い？甘い？子供タバコ。あー、シガレットなんとかありますよね。あの、紙とか巻いてあるわけじゃなくて、あれ紙巻いてあったっけ？確か同じ材質でっていうのかな、できてるやつ。ここはシガレット。シガレットココア。ここはシガレット。それそれ。あの、硬いやつですよね。今日は自宅に泊まります。まあ、お店できないですけどね。おぉ。あー、エクスプリートまだ使ったことないんですよ。確か、公式がやってくれる FM 入り的な配信エンコーダーがエクスプリットベースなんですよね。あとあれ、エクスプリットと書いてあったり、エクスプリットと書いてあったり、エクススピリットと書いてあったり、カタカナ表記がそんなのがあるんですけど、エクスプリットじゃないんですかね、エクスプリット。自宅ですか？昔見せてたんですけどね。最近また、片付ける気力が起きなくて。まあ見せてなんか、例えばコミュニティが減ったとしてもそれはそれで構わないんですけどね。でも私は人間としてなんか恥ずかしいから。この間、ある人が止めてくださいっていうお願いを、上京してくるとき止めてくださいっていうお願いされたのに対して、ちょっと片付け無理なんでダメですってはっきり断ったことがあります。おうち配信。そう、大阪からわざわざ来る人に対して、止めること拒否するってぐらいにちょっと片付けるのに気力がいるんですよ。我ながらひどすぎるなとは思ったんですけど。ロボットさん、マシンだから、ダラダーですね。大阪さんなら、まあ仮に大阪さんが泊まりに来ますっていう話になって泊まりに来たとしたら、それは私は言わないですけどね。そんなこと放送で言うか。お持ち配信。お持ち配信と、あと、
なんだっけ、あのレゴ組み立てる放送もしてましたけどね、あれは最後じゃなかったかな。掃除しよう、そうですね、掃除配信とかしてる人もいますけどね。家政婦、うん、なんか本当にそういう解決策も現実的なのかもしれないな。まあ、家政婦を常に雇うってわけじゃなくて、あのお片付けサービスみたいなのありますよね。南極風船、あ、南極南号ってやつか。掃除配信、それはそれでまた恥ずかしいんですよ。ん？ココア？さっきのシガレットココアの話かな。うん、レゴ、いや、レゴ全然詳しくないんですよ。パンク修理じゃなくて何でしたっけ？あ、ワイヤー交換やったんですよね。あと、チェーン交換やったら、チェーンラインがどうとか以前に、通すとこ間違ってたってなりましたね。ん？ 2DK、あ、1K です、1K。あ、すいません。何か喋ってて。整理の人がこっち見たの見てなかった。寝袋に、あー、それも高そうですね。私は今寝袋2枚重ねです。0度太陽の寝袋とマイナス何だら何度か太陽の寝袋を重ねてます。あの寝袋のスペックの温度ほど当てならないものはないですよ。単に死なないってだけですから、多分。掃除したいって人、それも恥ずかしいな。あ、今スズキックですかね。そうそう、で確かこの辺りからどっかからあの緑道に入ります。緑道、はあ、藤ヶ丘だとどの辺りでしたっけ、はあ、そう、自宅で寝袋です。私は自宅寝袋ネタは前から言ってるんですけど、便利なんですけどね。ただ最近はあのさすがにちょっと寒さに負けてきて、朝起きるときはあの朝起きる寝袋から出る勇気を絞り出すために暖房つけてます、朝だけ。あと夜もあんまり寒くなったらたまにつけますね。フォレスっぽい感じでも暖房つけるよりもすぐに暖かくていいですよ。本当に本当に暖かいです、暖かいです。そう、ん？透明バイク、駒込さんって人私見たことないんですよね、まだ。配信者の人ですよね、確か。ちゃんってことは女性かも、しかしたら。これは住宅街になるんですかね、この感じは。違うかな。私は寝袋に掛け布団して、あの、かぶせてます。暖かいですよ。あと寝袋は、あの、材質が材質だだけにっていう、なんていうのかな。あの、スベスベしてるんで、あの、しばらく干してなくても、あの、スベスベで気持ちいいんですよ、寝袋。いつもスベスベ。これ造成だから、住宅地にするのかなと思うんですけど。見てるそうです。本当かよ、有名な人じゃないのかな、はあ、でも知らずにその人の放送とかその人すら知らない状態でどうこういうのは良くないですね。スベスベ派です。あ、自転車配信、それだったらタイトルに自転車って名前がついてないんですね、過去に一度も。自転車って名前つけようもんなら私のあのアラート設定で引っかかるはずなんで、この私のこの辺り、ああ、そうそう、農地から住宅地になるとこ結構多いですよね。前住んでた稲城市ってところも畑が多かったところが、どんどんなんか住宅地になっちゃって、ちょっと寂しかった。別になんか、自分がその景色を愛してるとかそんな感じでもなかったのに。なんかあの、ちょっとこういう眺めがいいところが減ると、残念な気がするんですよね。同じ年。まあでも騙されてるかもしれないし、コメントで私を陥れようとしてるのかもしれないし。何のサイクリングロード、鶴見川ですかね、ありますね。鶴見川はあの私は玉川方面に行くときにいつも通ってます。
そう、なんか畑が減ると残念な気はするけど、その土地持ってる人の都合次第なんだから、そんなこと旗から言うこともないよなとは思いますけどね。うん。あ、車載で、これからはもう車載には引っかからなくなると思います。マミー系です。封筒型のはまだ使ったことないんですよ、実は。何のために、ほら、あの生主同士を争わせようとする人結構いるじゃないですか。どこのこの配信者がどうこう言ってたみたいな、そういうのに引っかからないようにしないと。で、これまた下るんですね。日本一長いどこでしたっけ、利根川でしたっけ。太平洋岸とかあの辺りはもうサイクリングロードっていうか、単にそういう名前がついてるだけで繋がってすらいないですけどね。太平洋岸自転車道、こんにちは。山下町この辺りですか。こんにちは。うん、20分あ、いかやくされたけど、そうですね。で、こっちにまた戻る感じかな。そう、なんたってもう大人ですから、いい大人ですから、ナイスミドルですから。あ、そうだ、こっからが緑道入るの間違えるとこだった。近くても止まんないです。止まりませんってタイトルについてないから言われまくってるな。家までこっから3キロぐらいかな。もうしんの、こっから緑道に入ります。この辺りの港北のニュータウンの辺りは、これ前放送確か一遍しましたよね。前棒読みがあの岬だった頃だった、確か。今あの普通のいわゆる棒読みちゃんなんですけど、棒読みちゃんじゃなくてなんていうんだっけ、まあゆっくり声なんですけど、昔緑道沿いにしばらく走ったことありましたね、放送で。あの時は確か夏だったかな、梅雨前ぐらいじゃなかったかな。私のお家宿橋ないです、ないです。 URL 生放送だといろんな価値観の人もいるし、いろんなスタイルの人もいますからね。こっちかな。これ確か緑道専用の橋のはずですけど、テント、この辺りの緑道だけでつながってるあの網があるんですよね、緑道網が。で、前来た時にはん、ふんたけんしゅわとしては緑山スタジオでしたっけ。あれは、どこだっけ。まあ近いっちゃ近いですよね。確か読売ランドから西の方向でしたっけ、緑山スタジオ。ちょっとした山になってるんですよね。あ、確かあれだ、子供の国の近くだ。子供の国線っていうのが長津田っていうところからローカル線があるんですけどね、確かあそこだ。ずっと緑道です。本当に車が入ってこない道だけで、あのこの辺りを走れるんで。でも自転車で走ってる人あんまりいないですね、スポーツ自転車見かけない。まだ序盤戦もうすぐ終わるんですけどね。こっから公園回り込んで右か。苔市場、おお、両側学校か今。サッカーかな、フットサルかな。左が川和中学校。おお。
あ、終わった。曲練習してるのが聞こえてたのに。人は結構歩いてますね。あ、そうだ、コマンドの NG 設定しなきゃいけないんだった。この辺ならリンコ、なんと今回リンコ袋持ってきてないです。我ながら信じられん。130国道ですかね。おで、こっち行ったらもう少しで 川は富士、ほんのちょっとあの眺めが開けるほどでもないんですけど、ちょっとあの公園の中に富士山があるところですね。そうか、今日も富士登山か。ああ、結構 GoPro の重さに慣れてきた。やっぱ慣れだな。あれ、あれ、日がなんか、そうですね、4時半だったらもう日が暮れてた頃ですけど、先月とかだったら、あれ、もしかして富士山改装中。これ川は富士って、この辺り川は地区っていうところで、最近できたあのグリーンラインって地下鉄の川は駅があるんですけど、入れない、もしかして。どう見ても入れないですね。あらー、こんな軽装で。あの、こういう場合あれだな。冬季閉鎖されてました。残念。ちょっと時期が悪かったですね。冬の富士山にあの、登るなんていうバカな考えを起こさないように。ああ、残念。なんとなく、ネタとして一つ落ちてしまうともったいないな。でも、自転車人の記事では確かまだ、あ、奈良さんいらっしゃいませ。芝生ですかね。今なんか、あの、完全に萩山になっちゃってます。ん？片山右京？誰が？ん？片山、あ、こっち側は完成してる。さすが富士山。見えますかね。よっと、ちょっと写真撮っときます。よっと、ピラミッド。まあでもそっちの方が近いですね、どちらかっていうと。旗、あの爪楊枝の日本国旗を。売約203高地はパンフロネタかな、違うかな。あれ、パンフロ出てきたステージはどれだっけ。クロムウェルと、ん、何の私がいらっしゃいませ。あの、属性を聞くのを聞きそびれました。なんだっけな、203コーチっていうのはクロムウェルとファイアフライと、あともう一つ、あの片安なんだっけ。残念ながら冬季閉鎖でしたってことにしといてやろう。7号目まで。ん？それはリアル富士山の話ですかね。あ、ここから左だ。これはもう緑道出て、あ、そうそう、公園の山です。投資しちゃった。あ、そうそう、今日はですね、あの荷物がすごく少ないんで、あの今の、あそこ狭いところ抜けられました。普段の輪行装備だったら抜けられなかったですね。で、なんとなく私自分の自転車見て言うのもなんですけど、パニアバッグが薄いと元気がなさそうに見える。なんか今日この自転車元気なさそうに見えます。しなびてしまって、感覚がだいぶ狂ってきてるな。そういうもの、空気抵抗増えるだけなんですけどね。でもなんとなく、あの、いつもパンパンなので、パニアバッグはいつもパンパン。
で、確かこれ右側、右手のところが、あれ違うかな、地下鉄が通ってるのはどの道だったっけそういうもの。そういや、出雲で詰め直してもらった歯は絶好調のままです。走ってると、そうですね、自転車の人いなかったですね。あ、結構な高台だったんだな、ここ。あ、こういうのは GoPro で、どのぐらい撮れてるか気になるな。向こうの方の、また一旦川に降りて、多分この辺りだと恩田川だと思うんですけど、で、恩田川の向こうにまた高台があって、住宅地があるんですけどね。あ、もう一本ですかね。この道は違うか。向こうにマンションがいっぱいできてるんですけど、あれは、ちょっと遠すぎて映ってないかな。GoPro 細かく映ると言っても、画角がすごく広いから、対象はそんなに拡大されないんですよね。あ、懐かしい。ん？タヌキ。ん？電気の鉄塔の、あ、あれか。ああいうのどうなんですかね。電車絡みの健康被害って未だに何も分かってないんでしたっけ？お財布もそう、パンパン。お財布はですね、私は常にチャックが開いたお財布使ってます。ポケットの中でひっくり返ると小銭がジャラジャラ言います。もうカードから小銭からお札から全部入れてる小銭入れなんで、なかなか代わりが見つからないんですよ。多分100円とかで売ってるんだろうけど。ん？コミさんか、ありがとう。私入ってないですよね。私の話じゃないですよね。ポケットが。そうですね。あと今これ履いてるズボンもですね、昔チャックが壊れて、マグナムピンっていう、黒い安全ピンを某ある人にもらって、旅行中なんとか、命を落とさず済んだことがあるんですけど、実は左ポケットの底が抜けてます。だから、左サイドポケット、太ももの横についてるポケットに、鍵とか入れてます。晩ご飯は、昼は松屋で食っちゃったから夜松屋はないな。あなたの家が、そう、チャックを突き破るほどの、未だに覚えてるな、私が昼飯の時に私がトイレに立った時に、某ある人が配信中の PC に向かって、ビッグマグナムがって言ってましたね。明日は、どうだろう。行くところまだ思いついてないんですよ。ん？カードと小銭、そうです。カードだいぶ傷つきますね、確かに。ズボンを。いや、ズボン自体大丈夫なんですよ。ベルトで留めてあるから。ただし、なんていうか、ソーシャルウィンドウって言い方でいいのかな。社会の窓が開いてる状態で走ることになるんで、ちょっと危険だったんですよね。モラル的に、財布。そうですね。こういうのなんかめんどくさがって、いつまでも、ほんの、ん？あ、伝統支店。そう、伝統支店の朝の混雑半端じゃないですよね。私昔伝統支店で通ってた時期もあったんですけど、あの混雑はなかなかでした。まあでも小田急線の方がすごいかな。新宿に通ってた時は、小田急線で行って、昼飯時、知らない人からいきなり抱きつかれたら驚きますよね、普通は。っていうか仕事中は私わかるかな？青いの服着てないし。今私が見た目で特徴あると言ったらメガネかな。大学時代から使ってて予備メガネだったのが今メインメガネが壊れてずっとこの予備の方を使ってるやつ。チタン製で超丈夫。これで、こっちか。あー、埼玉の方か。実は松姫峠とか、まあ、埼玉じゃないですけどね。峠の方に、あ、ずっと指使ってます。お。お。なんか、色違いで同じ模様した同じ大きさの犬が2匹ともこっち見ててすごく可愛かったです。今のちゃんと動画撮れたかな？なんか白いところ一緒で、茶色と黒で同じ顔したやつがいましたね。無視された。可愛かった。なんかゲームのキャラクターで色だけ描いたみたいな犬が2匹いました。ぬいぐるみ。
動いてましたけど、あ、ここやっぱり歩道の方かな。ん？仕事用の、あ、私メガネ一丁羅ですね、完全に。いや、一丁羅じゃないか、なんて言うんだろう、かけたきりスズメ？かけたきりスズメ。自転車の時も旅行、自転車の時も仕事の時も家でもプライベートでも、常に同じメガネです。だから一着壊れ、一着でいいんだっけ？一なんとか、まあ一個で、あ、そう、予備ばっかりに。そう、予備ないと、いざという時困りますよね。なんかスーツみたいに2個で1個分の値段とかないのかな、メガネ。あ、メガネ本なんですか、メガネ1本2本、それは知らなかった。うん、身の回りのこと超遅いというかですね、ほったらかしにしてしまうんですよね。ん、話せば壊れたら本当にまずいですね、生活に支障が。まず PC 画面が机に座ってる状態だと文字は見えないかな、見えるかな。そう、最近はそういう優先順位が、あとちょっとでもめんどくさいことは永遠に先延ばしにできてしまう性格で、例えば今日も昨日の夜洗濯機にかけた洗濯物があるんですけど、今日この配信前にちょっと干してくれゃいいのに、干すのに5分10分しかかかんないのに干してこられなかった。あ、自宅のすぐ近くです。もうそろそろあと 1,2 キロで放送終了かな。ん、や、今のやだは何ですか、今のは洗濯物ですよね。だから早く干せばいいのに、なぜ干さない自分ん？ GoPro の、そうですね。そうですね。ん？メガネかけると前傾で。あ、ゾフでしたっけ？ ZOFF。あれがゾフでしたっけ？バーチャルメガネかけアプリ出してるところは、無料の。そう、洗濯物は、まあ冬場だからすぐには臭くならないと思うんですけど、帰ったらすぐ干さないと。ちょっと待ってくださいね。こっから右行って、鶴見川か。ん？ん？上げ前水前は、してくれる人が、今んとこいないので、今この瞬間にはいないので、お、いらっしゃいませ。いや、干す干す。あ、ジンズは確か、なんだっけ。なんかペプシマンみたいなキャラクターが、ペプシマンじゃないですけど、そういう、なんか、顔が曖昧なキャラクターがいるやつですよね。ホス配信しない。あ、藤ヶ丘ってこの辺りの地名でしたっけ、藤ヶ丘。というか、グリーンラインの駅であるんでしたっけ、藤ヶ丘。遠近療養。遠近療養、私は禁止なんですけどね。あと、老眼の自覚は今のところないけど、もう多分進んできてるはず。目の老化が一番早いって言うし。あ、グリーンラインだ。フレーム案件。フレームは、あれ結構顔の見た目変わりますよね、フレームによって。あ、地元の。この辺りだったらいつも鶴見川沿いに走ってますね。いつもってほどでもないか。あ、コンタクトか。コンタクト。洗濯はですね、一週間に一回ぐらいかな。洗濯物溜めすぎ。履く靴下がなくなってしまうことがあります。そういう時はコインランドリーで無理やり、早く乾かしますけどね。ん？大きいフレームしか選べないのは、そう、さっきちょっと人が近くにいたんで。外人が描けないとかっこよく見えない。ん？外人が描けるとかっこいいけど日本人だとってことですかね、そのメガネの話は。で、これ今鶴見川の、41だからもう来るはずですよね。覚悟しとかないと。
あの会社の上司とかだと本当になんかあのそこまで見えないのかっていうぐらいにこう話してみますよね、新聞とかあの書類とか。日本人には、あ、で外国人の顔がかっこいいっていうなんか先入観結構ありますよね。なんで自分の同じ民族の方が かっこよく見えるような価値観じゃないんだろう。あ、一人暮らしです。この位置もうちょい広くなってほしいですよね。あの夏場に、春から夏にかけてあの草が茂るとものすごく狭くなりますよね、こっちは。暗くなってきた、そろそろ、まあ、まだ日は暮れてないはずですけど、曇ってるから薄暗いですね。あ、よしあしがそれあるかもしれない、確かに。鼻が高いとアメリカ人、食う人はむちゃくちゃ食うみたいですからね。洗濯物は部屋で暖房ですかね。あ、それ言ったら私のあの浴室になんか乾燥機能がついてます。あれ洗濯物じゃなくて本人が入ってじっとしてたらやばいんですかね、やっぱ干からびてしまって。今朝立て入れて全く起きてません、ぐっすり寝てました。あるいはもしかしたら起きたんだけども寝てしまって忘れてるだけかもしれないですね。韓国タレント、ああ デジタブル、 芋のことかな。あ、部屋干しを乾燥対策に、なるほど。ただ暖房はあんまり使ってないんでその場合は意味あるのかな。白くて丸、あー、釣り堀のとこどうしますかね。橋渡るかどうかってことですよね。そうしようかな。洗濯乾燥機、あー、そうそう、それも前検討したんですけど、あの省エネにこだわろうとするとなんか どうしても大きいのになってしまって、で大きいのだと多分入らない、入り口から入らない。で犬か猫かっていうと同じぐらいかな。あ、家は秘密です、家の正確な場所は。まあでも山田電機はどこだっけ、中原街道沿いでしたっけ、山田電機はとか言ったらそれのすぐ近くじゃないことがバレるな。パナソニックはどっかありましたっけ。一人暮らし、あの洗濯機のことですかね。冷蔵庫とかもそうなんですけど、小型のやつだと逆になんか消費電力高いですよね、大きいやつより。んサイド、あ、しまった、釣り堀の方には行かなかったな。お寒いのはなかなかお寒いです。まあでもまだ夜になったらさらに寒くなりますよね。ん、韓国タレント、これで、これがあのさっきコメントでちょっと話があった恩田川、向こうから恩田川が来て今走ってきたこっちの鶴見川で合流して、で恩田川足す鶴見川イコール鶴見川のとこですね。うん、ツードアの中途半端、うん、韓国、あ、そうそう、韓国本当に嫌ってる人と、あと韓国嫌いネタに乗っかって人を批判するの楽しんでる人いますよね。あの乗っかって楽しんでる人のことを私は思ってるのはどう思ってるか言えないな。うん、うん、放送で何度も来てますね。 GoPro だとどのぐらいの範囲に撮れてるかな。で、放送的には実はそこの橋でも終わりです。今朝のその橋渡って走り始めたんですけどね。日本電機、あ、温暖化配信、温暖化配信微妙に上げてるのありましたっけ。桜の季節のやつかな、確かあの時は FMLE じゃなくて映像的にはイマイチでしたよね。お、旅行装備だ、
旅行というかあのフロントバック装備でしたね。あの人はフロントバックに地図あの挟んで、ああいうのもいいな。私も昔はフロントバックだ1個だったんですけどね。ん、水源も止めるやつ、あ、鶴見川源流の時ですかね。あれは確か列のとか暴走した覚えがあるから夏で、うん、トータル何分ぐらい、いや放送前30分しか走ってないんで、2時半から走り始めたから、まあ2時間ちょいでしたね。3時間かからなかったか、日が暮れてしまうと思ったんですけど、だいぶショートカットしたからな。あ、そう、トラクションが、そうそう、それで私は後ろに重さをかけるようにしたんですよね。じゃあ今日の配信はこんなところで、ここからも中山の方に帰っていくだけなんで終わりたいと思います。事情的、あーですかね、こっちの方ちょっと夕焼けですね、ほんのちょっと。じゃあ最後にこれ、あのそうだ、100円ショップで買ってこようと思ってるんですけど、今録音してる音とあと GoPro の映像のタイミング合わせるためのカチンコが欲しいで、今はないのでちょっと最後に鳴らしてから、せーの、パン。じゃあ放送はこれで終わります。ありがとうございました。明日配信したいですけど、思いつかなかったら家でダラダラしちゃってるかもしれないです。じゃあありがとうございました。ビスコ美味しいですよね。じゃあまた。